ちょん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 だね。どうしよう。スキンケアが終わりました。お肌いい感じ。とりあえず今スキンケアだけ終わって眉毛を描きました。これからお化粧してアシスタントのなーちゃんと築地で待ち合わせて、ずっと行きたかった築地の朝ごはん屋さんがあるのでそこに行きます。楽しみ。来ましたね。めちゃめちゃ着きました。もう1時間待ってるよ。骨になっちゃうよ。さあやっと座れました。お腹が空きました。もう今時間何時だ。8時開店で8時から待ち構えてて9時半です。9時半、1時間半待ってます。もう
体温も低くて。でもなんとか並んでやっとお席はつけたんですが、果たして18品の朝ごはんは残ってるんでしょうか。少量を少しずつ楽しめ、まあ、全てはこのあれですよ。あなたを決して見捨てないですこれにかけて待つしかないですということで18品目の朝ごはんが確保できました。本願寺の神様ありがとうございます本当に。あ、皆さん絶対行くときは予約してください。予約しても3週間待ちと言っていましたけど、今日何時起きです。5時、5時です。安定の、はい、安定の。いや、朝活がね続いてるんですよ。続かないと思ったんだけど、うん、2ヶ月間毎日5時に起きて10時に寝る生活を続けてます。あ、来たかもしれない。本当ですか。はい、私たちかもしれない。あ、すごかった夜くよくよしたりしないですか。夜くよくよはしない。しないですか。やっぱ私だけか。いや、もう夜になるとくよくよしちゃうから、もう早く寝ようって思って、で朝仕事しようって思ったのがきっかけなんだけど、私に合ってるんだね。できますので、またお申し付けください。ちっちゃい小鉢にちょん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 だ。ちょっとずつでいいです、ね。もう美味しい。あ、これ揚げたら下に全部書いてる。季節の副菜。あ、めっちゃ丁寧じゃない？ほら。豆腐の柚子あんとかさ、一見なんだってやつが全部ほら、揚げなす大豆そぼろ、里芋田楽、田楽、優しい。家で作るおかず全然違う。湯葉いくら梅、はい、美味しい。なんとおかゆ2杯目おかわりしました。築地から今丸の内まで歩いております。歩くのが大好きなあなちゃんに連れられて歩いております。あ、そうだ。ちょっとおしゃれカフェでいろいろ今後の打ち合わせをしたいと思います。長いね。はい、なんかちょっとドキドキなんだよね。いつもさ、ダイエット Vlog を頑張ってるじゃないですか。 Vlog といえば今日なんてさ、特にダイエット要素なんか全くないじゃない。はい、どうしよう、あんまり数字いかなかったこういう動画は皆さんどうなんですかね。皆さんどうですか。またみんなの今日の感想などコメント待っていますので、よろしくお願いします。またね。